皆さんこんにちは、さやさこころです。今回は年末に私さやさこころ香港に行きます。今回ゴルフあまりしないんですが、一応2ラウンドする予定です。で、その旅行にいつも何を持ってってるか、ゴルフに必要なもの以外のものもね、何を持ってってるかっていうのを紹介したいと思います。ここにね、ゴルフ関係グッズがずらっと並んでおりますが、まずシューズですね。で、あといつもの荷物のバッグで、ウェアは一応2日分、まあ、今回はスカートスタイル1個とパンツスタイル1個にしました。で、フェイスカバーと靴下とかね、そういうのと、あとバイザーですね。バイザー、これがゴルフグッズです。で、こっち私服編ですね。はい、私服はこうやって着ていこうかなって、楽な格好で、パーカー1個あるとだいたい便利なんで、夜とかね、結構ショッピングモールが寒いんで、こういうパーカーを必ず1個持ってきます。今回デニム多めですね。割とカジュアルのところに行くかなって思ってるんで、スカートとデニムと、あと普通にパンツ、あとこれは上のね、服たちですね。機材、一応ね、一応おしゃれ着も今回持っていきます。夜割といいところにご飯食べに行くかもしれないんで。ゴルフ場も結構敷居が高いところに行くので、一応ジャケットも持っていくことにしました。薬、薬いっぱい、もう日本から行くときは結構いろんなもの持ってきます。薬に、テピカジェルとか、テピカジェルと、あと飛行機でね、ちょっと鼻とか詰まるんで、ブリーズライトと、あと一応寝つきが悪い時にね、ドリエルとか風邪、胃薬、あと一応湿布とかね、痛くならないよ、あとマスクね、マスクとか持ってきます。はい、あとそう、意外と口内炎とかなるんで、口内炎の薬とかも持ってきます。で、飛行機用に加湿のマスクとメグリズム、あと海外は結構お米が食べたくなるんで、チンの白いご飯、あとこれがないと私毎日必ず1本飲むんで、これをね、結構な数持っていきます。あとね、やっぱ日本人はね、お味噌汁飲みたくなると思うんで、こういうの、はい、あとはもう化粧品とかシャンプー類ですね。シャンプーと、一応気分転換で年越しますね、入浴剤とかね、あとはメイク道具ですね。パスポートと、一応ガイドブック買ったんで、これを持っていきます。あとまあいろいろちょこちょこ足すんですが、とりあえずこんな感じでざっと詰めていきたいと思います。まずゴルフウェア、だいたいね、用途別にね、結構詰めます。私のまず服類をね、詰めていきましょう。とりあえずこれゴルフでしょ。そしてと、スパラルーム出しちゃう。これはリュック行きですね。これはリュック行きで、あとメイク道具も、キャンプとかも結構漏れちゃうんだよね。キャンプとかも一応くるんどきますかね。で、これはどっちに入れようか迷い中です。でまだまだ入れるんで、あ、これを最後に入れよう。こんな感じですかね。まだ全然スカスカ。あと化粧水とか、なんかそういうのもどんどん詰めていきます。
ます。めっちゃ漢字だらけだね。メニューは漢字、普通のエビシューマイみたいなの食べる。うん、シューマイでおすすめ。多分ね、エビしかない。エビ、オッケー。シュリンプ、オッケー。あれ、シューロンパン。これはお酢。お酢？シューロンパン。あ、これシューロンパン？なんかちょっと想像してたの。美味しそう。エビシューマイ、小籠包、エビ、なんか1個多く来た気がするけど、まあいっか。これもあの典型的なシューマイ。こっちの典型的なシューマイ、うん、これはなんか、あれ違うか、これ小籠包。これ食べ方ありますかね。これ見て、すごい肉汁。熱そう。熱そうなんですよね、めっちゃ。あっぱい、あっぱい、めっちゃおいしい。Thank you.
ンナが来た時にヘリコプターでペニンシュラに着陸してですね、上とかに。やばー、変なのいっぱい売ってるよ。やばー、なにこれ、アワビ、アワビじゃん。え、イモムシ。あれなんか漢方の世界ではすごい高いとされてる。なんか 虫から生える。虫ですよね。虫からなんか草が生えてるかも。え、虫から草が生えてるの。そうそう、虫から草が生えてて。え、あれナマコ。ナマコじゃない。ナマコだよね。見て見て、ほら蜂の落とし方で。おお、おお。てかこれ薬局ですよね。薬局、薬局。薬局にこれ、やばくない？日本だったら考えられないよ。赤い封筒を使うから。おー、完璧。すごい。香港ではホットウォーターを飲む文化があるそうです。なんか普通のお水より美味しい。甘く感じる。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。